だからこれ火星なんで、火ですよね、火星といえば。どうにかして熱くしたいんですよ。グリーンハウスエフェクトってのはこれ温室効果のことなんですけど、温室効果のことなんですけど、あ、ほら、今10倍にして一気に増えましたよね、これ。温度100倍に。こんな感じで温室効果ってすごいんですよね。だからもう今何もせずに、何も めっちゃ何かしてるんですけど 大気の量増やしてるんですけど、盛大なドーピングですよね、これ。盛大なドーピングかましてるけど、40度とかになりました。40度になって、まだまだですね。この状態でもし、ちなみにですけど、水があったら、こんな感じで、テラフォーミングマーズ出来上がりです。イージーですね。あげます。ほら、一気に322度、温室効果が。この温室効果322度が、要するにこの、普通の温度だったら、だった時よりも323度高くなってますよって意味なので、今の温度が257度なので、もともとはマイナス70度ぐらいかな。で、それで、325度、4度上乗せされてるみたいな感じです。で、今、大気圧が、地球の6倍なので、かなり重い。結構この地表で暮らすのはかなりしんどいですね。暑いし。じゃあ、どんどん行きましょう。ほら。どうですか？温室効果だけで、火星がちゃんと火星になりましたね。火になりました。火になって、で、火星どうなんだろう。結構外に放出してないですね。重さ的には火星ぐらいあれば十分ってことかな。なんかさっき水星でやった時に、軽すぎてやってらんねえっつって、水とか外飛び出した気がする。飛び出してましたけど、今ないっすよね、多分。ほら、すごくないですか、温室効果。今、1000気圧ですけどね。1000 気圧って何やねん。ただ、100気圧は金星と同じぐらいです。金星も90気圧あるんで。で、さらに、ほら、こんな感じでなります。あ、アルベド下げるって手もありますね、火の海にするために。アルベドは0.25。ちなみに地球のアルベドどれぐらいだっけ？地球のアルベドが0.33です。で、それに比べたらちょっと低いねっていう話で。で、意外なのが、その金星ってめちゃくちゃ熱いんで、アルベド高、あの低そうじゃないですか。アルベド低いと外の熱すげえ吸収して、内部に溜め込みやすいんですよ。反射能低い。つまり内部にエネルギーを溜め込みやすいんですけど、実はその金星は意外とアルベドが高い。意外とっていうかすごく高いです。0.88。だからね、外側からの光全然この中入ってないんですよね、金星。なのにこんなに熱いんですよ。それはもう、なぜそうなるかっていうと、先ほど申し上げた温室効果の賜物のはず。火星ですけど、本当に火星になってます、今。その名の通りのやつにしようって話ですね。火星で、行けるとこまで行ってみますか。どれぐらい温室効果上げれるか。どれぐらい温室効果高められるかと言いますと、どれぐらいだっけ？どれぐらいだっけっていうか、どこだっけな。これか。もう色が もうなんか恒星ですよね、これ。太陽みたいな色になってる。あ、でも意外と、外に出てるっちゃ出てるんだな。やっぱちょっとやばいですね。これ溶けてますもん。あ、やばい。
自分の温室効果でやられることとかあるんだ。やばいですね。あ、でも一応残ってる。ちょっと。ちょっとわかんないけど。もう蒸発して大部分溶けちゃいました。すごくちっちゃく、半径 40km になってます。ただ、その中に、地球と同じ量の気体が入ってるっていう、完全にバグってますね。あ、でも温度はもう上がらなくなりました。っていうことがあるみたいです。すごくないですか？こんなことある？まあ、火星じゃなくなりましたけど、とりあえずまあ火星でしたね。元火星。まあいいんじゃないですか、クリアで。で今、火星クリアで、水星は水あるんで、クリアで。あとは、金星、金にするって言ってもね。